昼休み終了の時刻が近い。校舎間を移動する生徒はみんな急ぎ足だ。お前、午後はどうすんの？ちょっと待ってくれ。携帯で学園から与えられた自分のサイトにアクセスする。ここでは自分の時間割や出欠、休校情報、学生課からの連絡など、生活に必要な全てが確認できる。お、休校だな。羨ましい。俺はバッチリ授業だわ。何撮ってんの？東洋美術。これがさ、仏像のスライド見て感想を書くだけの授業なんだわ。出席さえしてれば OK ってやつだ。この学校の時間割は各自が自分で作成する。授業は大きく分けて必修科目と選択科目の2つ。必修は文字通り必ず受けなくてはいけない授業で、クラスごとに固定されている。これだけで週の半分くらいが埋まる。残りの半分は選択科目の中から好きなものを選んで埋めるのだ。だから時間割は10人といろ。クラスメイトと一緒になるのは趣味が近い人間じゃなければ必修科目だけということになる。じゃ、また明日かな。じゃあな。おう、じゃあな。小走りで遠ざかる高峰。その背中が生徒の群れに消えていく。本当に数えきれないほど生徒がいる。生徒数は約5万というから、ほとんど一つの町だ。さて、休校のおかげで今日は放課後が長い。読書時間を満喫できそうだ。歩き慣れた道を進む。入学から1年で歩道のタイルの色の村まで覚えていた。潮見学園が誇る総合図書館、通称大図書館。ここは俺にとっての楽園だ。一生かかっても読み切れない数の本。何者にも侵されない静寂。他に何が必要だろうか。高揚する胸を抑え、図書館に近づいていく。すまないが、ちょっといいか？後ろから声をかけられた。呼びかけてきたのは、午前の授業で見かけた女子生徒だった。よかった。やっと見つけたよ。俺の顔を見て女子生徒が微笑む。階段教室では遠くてわからなかったが、すっきりとした顔立ちの美人だ。頭の回転が速そうな目をしている。私は桜庭珠桃。そちらは？筧だけど。筧か。よろしく。桜庭さんが微笑む。落ち着いた声と何やったっけ、わからないな、物腰。そこらの女子生徒とは雰囲気が違った。何の用？突然ですまないが、これを見てくれないか？桜庭さんが携帯を差し出してきた。ディスプレイに表示されているのは1枚の写真だ。それも俺が白崎さんを押し倒した瞬間を顔入りで撮影したものだった。写っているのは君で間違いないか？間違いないが、画像を再確認する。よく見れば画像はメールの添付ファイルだった。差出人のアドレスに見覚えがある。朝俺に送られてきた不思議なメールと同じアドレスだ。間違いないか？ああ。桜庭さんの顔から微笑みが消えた。このメールは誰から？私も知らない人物からもらったメールでね。桜庭さんが笑顔を浮かべる。それが合図になったのか、街路樹の裏から4人の女子生徒が現れた。いろいろと打ち合わせ済みらしい。痴漢はいけないと親御さんに教わらなかったか？あいにく親とは早くに別れてるんだ。それは失礼なことを言った。
しかし今は今は いきなり可愛くくしゃみをした。今はしかも2回3回と続く。花粉症？ああ、話の腰を折ってすまないな。涙がにじんだ目で謝られた。実はいい人なのか。それで俺をどうしたいんだ。白崎のところへ連れて行く。きちんと謝ってもらいたい。やっぱりあの子は怒っているらしい。公衆の面前で押し倒されたんだ。仕方ないか。その前に朝の件について説明させてくれないか。申し開きがあると聞きましょう。信じてもらえないだろうが、真実は告げよう。朝の出来事をそのまま伝える。未来を告げる幻影に早すぎた救出行動、それが結果として痴漢行為として見られたこと。言い逃れにしては下手すぎるぞ。言い逃れするならもっとマシなことを考える。では君の言葉が事実だと。悪いが、虫の知らせとか第六感とかそういうのは信じない性分なんだ。話の中身を信じろとは言わない。だから俺が嘘を言いそうな人間かどうかを判断してくれ。意味がわからん。呆れられた。しかしそう言いながらも桜庭さんは一呼吸置いてから俺を見つめた。冷静な目が俺の全身を観察している。初めに人の疑わしい点を探すのか、信頼できる点を探すのか、性格が出る部分だ。彼女はどちらだろうか。桜庭さんの表情が緩む。桜庭さん、騙されないで。俺たちを見守っていた女子生徒の一人が桜庭さんの前に立った。そして市内の切っ先を俺に向ける。市内。口がうまい男ほど品性は下劣なのです。言い逃れをするなんて、ただの痴漢より卑劣よ。待ってくれ、暴力は白崎も望んでいない。問答無用です。女子生徒が市内を構えた。先生、話しても分かってくれない人がいます。覚悟。あぶね。市内がうなりを上げて俺の目の前を通り過ぎた。間髪いずれに追撃が来る。やばい、こいつら本気だ。36系逃げるにしかず。すぐさまいくつもの足音が追いすがってきた。だが所詮は女の足。図書館で磨いたこの俺の脚力を見せてやる。ごめん、私陸上部なんだ。一気に並ばれた。頭上を竹刀が走り抜ける。直線じゃ圧倒的に不利だ。トリッキーに逃げるしかない。せいやー。茂みに飛び込み、建物と建物の間を走り抜ける。もう、ちょこまかと。絶対やっつけてやる。ちらりと鬼神の形相が目に入る。ダメだ、捕まったらやられる。ひたすら走り続けるが振り切ることはできない。そればかりか追っ手の数は時間とともに増えていた。黄泉の国から逃げるイザナギのように身を守る櫛田の桃の実などがあればいいが、あいにく持ち合わせてはいない。ここで捕まるのか。事故に巻き込まれそうな女の子を助けただけでどうしてこんなことに。ああ、あの子にさえ会わなければ。こっちです、早くこっちへ。横合いからの声見ると、今まさに思い描いていた女子生徒がいた。建物の階から手招きしている。助かる。溺れる者はわらをもつかむ。
それがたとえ俺を指名手配している本人かもしれないとしても。はあ、はあ、はあ。しばらく走り立ち止まった。周囲に人気はない。膝に手を置き呼吸を整える。目の前では白崎さんが胸を激しく上下させている。ここならあのしばらくは見つからないと。慌てなくていいから息を落ち着けてくれ。はい、ありがとうございます。なんとか礼を言う白崎さん。豊かな胸は相変わらず激しく上下している。ああ久しぶりに全力で走りました。白崎さんが薄いピンク色のハンカチで額や頬を押さえる。荒っぽく拭いたりはしない。汗をハンカチに移す、そんな風情だ。すみません、大変なことになっちゃって。助かったよ。いや、助かったと思っていいのか。はい、もちろんです。朝からずっと考えていたんですが、私どうしても痴漢をされたとは思えなくて、むしろだんだん助けてくれたんじゃないかと思うようになったんです。意外としっかりした口調で喋ってるな。午前の授業での印象からうまく人と話せないタイプかと思っていた。だったらどうして俺は追われているんだ。あなたに朝のお礼をしたいと思っていたんです。そのことをたまもちゃん、あ、友人の桜庭さんに話したんですが、言葉が足らなくて勘違いさせてしまって。つまりあなたを見つけるのに協力してほしいと言ったんです。そしたら、なんというか。白崎さんが言葉を探す。あんたが俺に謝らせたいと勘違いされたってことか。あ、はい、そうです。助かったとばかりに笑顔を浮かべた。ごめんなさい、私のせいで。しょげた顔でペコリとお辞儀をする。悪いのは白崎じゃない。白崎さんの背後に人影が一つ現れた。しまった。逃げなくていい、捕まえるつもりはないよ。現れたのはよく見れば桜庭さんだ。本当かよ。警戒するな、私は本当に勘違いしていたんだ。白崎が君を信用する理由はよくわからないが、まあ納得しよう。君には迷惑をかけた、すまない。頭を下げた桜庭さんに白崎さんが歩み寄る。悪いのはたまもちゃんじゃなくて私だよ。いや、かばってくれなくていい。白崎のこととなるとどうも熱くなってしまう。はにかんだ笑みを見せる桜庭さん。なかなか麗しい友情だ。私すら触っていないその胸を知らない男が好きにしたかと思うと。ちょっとたまもちゃん。友情を超えていた。桜庭さん、もしかしてそっちの毛が。ないと思うが、時々悩むことはある。ふっと。安入な顔でため息をした。中途半端なシリアスがこっちが困る。ともかくあなたにお礼が言いたかったんです。今朝は助けてくれて本当にありがとう。どういたしまして。こっちも押し倒す形になって申し訳ない。いえ、大丈夫です。本当に大丈夫だろうか。痴漢されていたという噂が立てば女の子は大変だろう。彼氏でもいれば大問題になるかもしれないし、そうでなくとも恥ずかしい思いはする。あ、申し遅れましたが、私白崎つぐみと言います。
ああ、今更の自己紹介にいささか拍子抜けした。何かおかしなことを言いましたか？いや、何でもない。俺は筧京太郎。筧くんね、これからもよろしく。ああ、よろしく。これからも白瀬さんとの関係が継続するとは思えないが、とりあえず応じておく。ところで桜庭さん、面倒だから呼び捨てで構わないぞ。私も呼び捨てで OK です。わかった。で、桜庭に聞きたいんだが、追いかけっこはもう終わったのか？いや、絶賛継続中だ。どうも話が大きくなってしまって収拾がつかないんだ。ははは、じゃねえって。やれやれみたいな仕草で言われても困る。ちなみに女子生徒が運動部の男子に協力を要請したらしくてな、敵の戦力は高い。どうしよう、玉本ちゃん。目的意識を持った集団を止めるには何らかの結末が必要だな。何か策は思いつくか？即席でできそうなことといえば。見つけたぞ。腕を組んだ瞬間、鋭い声が飛んできた。みるみるうちに追っ手が集まってくる。その数すでに40人弱。桜庭の情報通り、柔道着や野球のユニフォームを着た男たちもいる。嫌な予感がした。いや、そんな予感を持ち出すまでもない。誰が見てもわかる。この状況で喜んでいたらただのド M だ。白崎さん、桜庭さん、その痴漢から離れて。待て、痴漢の件は誤解だ。騙されてますって桜庭さん。いいから聞いてくれ。誤解かどうか本人に聞こうじゃないか。ふふ、図書部を舐めるなよ。ファイティングポーズを取る。いや、意味がわからん。ひょいっと持ち上げられた。おーわー。軽く締められただけでふわりと意識が遠のく。頭の奥をぼんやりとした映像が流れていく。思えば短いような長いような人生だった。金持ちの家に生まれたはいいが、母親はコロコロ変わるし、父親も蒸発だったかなんだかったか。とにかく顔も覚えちゃいない。施設に突っ込まれてからは屈折した感情にうつうつとする毎日。しかしなんだ、ろくでもない人生だな。あだっ、いきなり地面に落ちた。貴様は遅くなっちまったな。お前、高峰が柔道着の生徒と俺の間に立ち塞がっている。俺の男に手を出すとはいい度胸だ。覚悟はできてるんだろうな。いや、違うけどな。なんだ、元空手部の高峰か。こんなところで油売ってねえで練習行ったらどうだ。特待なんだろ。よし、宣戦布告だな。やるぞこの野郎。かかってこい、学費の無駄遣い野郎。二人が仲良く喧嘩を始めた。元気だな。まあ放っておこう。俺にはもっと大きな課題がある。すなわち、いかに鬼ごっこを丸く収めるかということだ。白月、今のうちに本人の口から事情を説明してくれ。あんたから説明してくれればみんな納得する。はい。白月が覚悟を固めた顔で群衆に対峙する。雰囲気に圧倒されたのか、白崎は口ごもった。肩も小刻みに震えている。無理か。午前中の授業風景が頭をよぎる。
そういえば白崎は上がり症だった。みんな頼む、聞いてくれ。痴漢の件は勘違いなんだ。桜庭が声を張り上げる。だが周囲は全く聞き耳を持ってくれない。万策尽きたか。ここは俺が土下座でも何でもして場を収めよう。無実の罪を切るのは悔しいが仕方ない。俺の無実を証明する方法などないのだから。こんなことをしているからお人よしと言われるのかもしれないな。なると思いながら意を決した。大きく息を吸う。聞いてください。白崎の声が響き渡った。冬打ちに近い絶叫。その場にいた全員の視線が白崎に集まる。自分の声の効果に自分で驚いたのか、白崎がたじろいた。加計君はその痴漢じゃありません。胸触ってる写真があるでしょ。白崎さん、正直に言っていいんだよ。ですからその痴漢じゃないんです。証拠は？証拠はありませんけど、その信じてます。何それ、もしかしてできてるの？違います。そういう関係じゃないです。じゃあ痴漢なのね？違います。違わないじゃん、証拠もないのに。証拠はなくても違うんです。質問攻めに遭い、白崎がテンパっていく。何、結局イチャついてただけ？違います。なんなのよ、結局痴漢じゃないのね？違います。痴漢なの？あれ、あの痴漢じゃないけど付き合ってて、あれ、完全に混乱していた。付き合ってなくて痴漢で、違う、あれ、嫌じゃなかった、嫌じゃなかった。そうです、嫌じゃなかったんです。静寂が訪れた。あれ、うわぁ、やる気なくしちゃったわ。バカップルのプレイかよ。ないわ。はい、解散。バラバラと人が散っていく。どうやらカップルが路上でいざついていたという結論に至ったらしい。すみません、あの訂正を。相変わらず小さい白崎の声は誰の耳も届かなかった。まあなんだ、白崎のおかげで助かったんだな、これは。